どこに行ってみようかな。今のところ分かっていることは、しずなちゃんが言うには、里井みどりというアイドルはみささぎさんに似ているっていうことだった。マタライさんが言っていたことと合わせると、みささぎさんの可能性が高いかもしれない。でもちょっとみささぎさんに聞くのは気が引けるな。その前に日和に聞いてみよう。書斎だ。あのさ、日和。はいはい、何です？里江みどりって知ってる？里江って、それご本人に聞いたんですかい？え？三崎さんの昔の芸名でしょ？え？あれ、知ってて言ってたんじゃねえんで。いや、名前は本人に聞いたわけじゃなくて、そこの雑誌に載ってるんだけど。なんだ、そうだったんですかい？俺がバラしたって言わねえでくださいよ。秘密なの？俺もたまたま聞いたんでさ、知り合いのプロデューサーが酔ってバラしちまった時に。慌てて巣に戻って、本人恥ずかしがるから内緒ねとか言ってましたからね。そうなんだ。困った人だね、そのプロデューサー。ええ、まあ何かとお調子者で有名でね、悪い人じゃねえんですが。ごめん、ちょっとうろうろするけど。ああ、どうぞ、用があったら声かけてください。うん、ありがとう。クライスさんの話では、昔子供ができてって言ってたな。机の上の本棚だ。特定のジャンルを揃えてあるわけではないようで、妙に場違いな雑誌なども混ざっている。結構なスキャンダルだと思うから、もしかしたらこういった雑誌に載っているかもしれない。週刊インパクトナンバー72、不運続きすぎ、お祓いします。幽霊騒動に続き、ロケ中のスタッフが銃撃戦に巻き込まれた某テレビ局で、今度は生放送中セットが倒壊。幸い怪我人は出なかったものの、担当プロデューサー K は何か取り付いているとしか思えない。こうなったらお祓いだね。うん、戦慄不幸を呼ぶスタジオに救う怨霊の正体とは。どうこれ。さすがテレビ屋、なんとも証拠たくましい限りである。違ったか。週刊インパクトナンバー89、新人女優投身自殺の真相。事務所の屋上から投身自殺を図ったのは池内里奈さん18歳。事務所期待の女優の卵だった。関係者の話では、リナは先日受けた映画のオーディションに落選して非常に落ち込んでいましたと。オーディションの最終選考には、話題の覆面脚本家帽子屋が介入し、優勝者を後押ししたとの噂もあり、みささぎさんのことは書いてなかったか。ありがとう。じゃあまた後でね。ええ、いってらっしゃい。
どこに行ってみようかな。那須さんにもう一つ聞いておきたいことが増えたな。里江みどりさんについては聞いていないのはあと那須さんと三佐々木さんだけだな。那須さんの部屋の前だ。那須さんいるかな。誰だい。なごみです。ちょっといいですか。ああ、なごむくんか。いや、どうしたの。里江みどりさんって人を知らないですか。里江みどり。どっかで聞いたことはあるような。誰だっけ。なんかかなり昔の人じゃない。歌手。そうです、かなり昔のアイドルだそうで。ああ、なんかうっすら覚えてる気がする。うん、いたいた。顔は忘れたけど。けど那須さんが覚えてるってことは割と有名な人だったのかな。もういいかな。スクワットの途中だったんだ。あ、はい、ありがとうございました。ごめんね、またね。あとは三佐々木さんか。本人に聞くのはちょっと気が重いけど。三佐々木さんの部屋だ。はい。あの、一柳ですけど、ちょっといいですか。あら、お待ちくださいな。いらっしゃい、一柳さん。何か来ようかしら。三佐々木さん、里江みどりさんってご存知ですか。あ、結構昔のアイドルの人らしいんですけど。昔、そうですわね。かなり昔の方ですわ。あの、それが何か。なんだかものすごく話をそらしたそうだ。そろそろよろしいかしら。あ、はい、ありがとうございました。いいえ、それじゃあ失礼しますね。どこに行ってみようかな。部屋へ戻った。よし、じゃあちょっといろんな情報を手に入れたけどまとまりきらなくなったからここで整理しておこう。まずはアリバイ表かな。よし、アリバイ表はこれでいいか。里江みどりさんについて全員から聞いたと思うけど、どうして里江みどりさんについて聞いてたんだっけ。ああ、そうか。マダレイさんから三佐々木さんが昔アイドルをやっていたっていうのを聞いて気になって、なんとなく雑誌を見たら同じ名前のアイドルがいたんだっけ。それで日和に聞いたら、結局三佐々木さんの昔の芸名だって認めちゃったから、三佐々木さんが昔アイドルとして活動していた時の名前だってはっきりしたんだよな。クライスさんが言っていたのは、子供ができたから芸能活動をやめたらしいけど、
マダライさんも失踪してた時期があったって言ってたし、もしかしたら子供ができたから実家に戻ってたんじゃないのかな。そうすると話がつながりそうだ。ミササギさんが名前について聞いても何も言えないというより、言いたくないのは当然か。勢いで聞いちゃったけど、こうやって話を整理してみたら、キイちゃんまずかった気がしてきたな。あ、それとミササギさんが出ていた白夜の打ち上げに、ここにいるみんなはいたらしいけど、クライスさんは帽子屋を探している人もいたとか言っていたな。誰だったんだろう。雑誌記者の人とかだったのかな。クライスさんもはっきりとは断言できないみたいなことを言っていたし、ナスさんのことも筋肉とか大道具なんて認識されてたみたいだから。でも確かにナスさんってそう見えちゃうかも。あ、そういえばナスさんにまだ聞いてないことがあったんだ。ちょっと行ってこよう。ナスさんの部屋の前だ。ナスさんいるかな。誰だい。なごみです。ちょっといいですか。ああ、なごむくんか。いや、どうしたの。ミササギさんって随分おっとりした人ですね。そうだね。優しいし綺麗だし、仕事もより好みしない人みたいだしな。そうなんですか。うん、実はさ、うちのマネージャーが言ってたんだけど、ミササギさん帽子屋ってあんまり好きじゃないらしいんだよ。もともと脚本が気に入らないとか口に出す人じゃないから、よっぽど性に合わないんだろうにな。へえ、でも今回の仕事も断ったりしなかったんですね。仕事断るの苦手な人っているけどね。ですね。僕も断るのは苦手だ。もういいかな。腹筋の途中だったんだ。あ、はい、ありがとうございました。悪いね。またね。書斎だ。あのさ、ひより。はいはい、何です。ミササギさんは舞台の女優さんなの？テレビではあんまり見たことない気がするんだけど。そうみてですね。地方が多いとかで俺もあんまりご一緒したことはねえんですが、芝居はお上手ですよ。貴婦人から悪女まで何でもできる器用な人です。悪女ってなんか想像つかないや。普段が穏やかな人ですからね。いい人ですよ。俺みたいな早くにも気軽に声かけてくれて。優しそうな人だよね。美人だし。いくつなんだろう。ここだけの話ですが、37歳です。見えないね。ま、女優さんってのは大抵年取らねえもんですから。それにしたってすごいな。ごめん、ちょっとうろうろするけど。ああ、どうぞ。用があったら声かけてください。うん、ありがとう。さて、この見立てが一体どういう順番で行われているのか知りたいところだけど、確か日和が教えてくれた。これかな。見てみよう。
高藤円次郎著作解説、北早見良介シリーズ一覧、昭和12年発表作、黒猫の毒、白蛇殺人事件。小老館の殺人。猫と初雪。さらわれた猫。また猫が出てきた。猫が好きなのかな。悪魔の花園。湖畔の館。あれ、忌まわしい花。おかしいな。そもそも途中で順番がおかしかった。悪魔の花園の方が先に来ていた。見立ては発表作品の年じゃない。となるとやっぱり作品の中にある日付が関係しているのかもしれない。なんか雨がきつくなってきやがったな。本当だ。またひどくなるのかな。ラジオを聞きに行ってみますかい。そうだね。書斎を出て娯楽室へ行く。娯楽室へ来ると、椿くんがノイズだらけのラジオと格闘していた。どうしたの？聞こえなくなった？調子が悪いようで。ああ、もう、畜生！イライラしてきたらしく、巣に戻った口調で怒鳴りながら、ラジオをガンと殴りつける。役に立たねえな、もう。でも天気予報じゃなさそうだし、いいじゃん。聞こえてくるのは賑やかな笑い声らしきものだった。多分天気予報ではないだろう。まあな。あ、しずなちゃん。お腹すいた？え、あ、うん。ほな作る。それだけ言うと、しずなちゃんはすっと扉を閉めて出て行った。あの、ありがとう。なんつうか、大概我が道行ってるよな、あの子も。まあね。那須さんとは違う意味で、マイペースというか。いやー、腹減ったな。うわっ！お、脅かすな、こら！ごめんごめん。二人ともここにいたんだ。天気どうだい？まだ晴れそうにない？それ以前にノイズがひどくて聞こえねえんだよ。そうか、仕方ないな。まあそのうちてるてる坊主が聞いてくるよ。うん。平和だな、あんたは。名護さん、晩飯どうします？え、あ、ひより、さっきしずなちゃんが作ってくれるって台所行ったよ。あれ、そうですかい。お姉ちゃん、もう台所なん？うちも手伝ってくるわ。あ、じゃあ私も。ええですよ、二人で。みささぎさん顔色悪いもん。休んでて。
まあ、でも。ええから、ええから。水崎さんは本当に顔色良くねえから、鈴名さんたちに任せた方がいいですぜ。そうですか？そうですって、二人で十分ですもん。すみません。それじゃあ、よろしくお願いしますわ。ほな、ちょっと待ってて使わさいね。ああ、ありがとう。なあ、あの、つかあさいってのは、くださいとかいう意味の方言なのか？ええ、そうですね。映画とかドラマで聞いたことねえですか？いや、あるような気がしたからなんとなくわかったんだけどよ。瀬戸内とか、こっちの方の言葉だよね、あれ。そうだったんですの？え？私ずっと実在しない言葉かと思ってました。はあ？何ですかい、そりゃ。え、あの、だって映画に出てくるような怖い名前の島は本当の瀬戸内海にはないって聞いたのですが。ああ、まあ悪霊とか獄門とかって不吉な名前の島はありやせんがね。だからって、あの、方言ってのはその地方一帯で使ってるもんだしさ。そうですわね。あの、でも、そういう勘違いってよくあるし。そうか？ああ、なごむはそうかもな。納得されてしまった。よかったんだろうか、これで。ああ、よかった。そうですわよね。私だけじゃなくって、ほっとしましたわ。まあ、いいことにしよう。そうだよね。僕も昔、ランゲルハンス島って本当にどっかにあると思ってたし。いや、あることはありますが、海に浮かんでるわけじゃねえだけで。え、そうなの？誰だこの館にこういうのばっか寄り集めやがった物好きは。あの、そういう理由での人選じゃないと思うよ。嫌な犯人ですね。どんな事件だよ。もう何が何だか、そのまま話が脱線して、結局何の話をしてたのかわからなくなった。手伝って。騒いでいると、しずなちゃんが呼びに来たので、みんなで台所に手を貸しに行く。双子が作ってくれていたのは、大量のカレーだった。多すぎたかな？ちょっと煮込むのに時間かかりそうやわ。出来上がるまでの間、お茶を入れて待つことにする。そう？ちょうどいい量に見えたけど。あんたのちょうどってのは他人の3倍くらいか？ほとんど那須さんが食べそうだね。もう那須さんを普通の人と同じ単位で測るのやめましょうや。うん、うまそうだったな。楽しみだな。ふふ。嬉しそうな那須さんに、しずなちゃんは満足そうに微笑んだ。まあ、あんなに喜ばれたら、作った方も嬉しいだろうな。地方でもう、台風は、今夜の。あ、天気予報ですわ。
あ、どうかな。相変わらずノイズがひでえな。なんて、まだ止まないの？ダメみたいですね。でけえ雨雲が居座っちまってるらしいや。ついてませんね。はあ、まだ止まないのか。歩いて降りるのも大変そうだね。だから、なことできんのはてめえだけだってのに。ヘリコプターとかで助けに来てくれへんかしら。屋根も食料もある場所に泊まってるだけだと思われてるわけですからね。こんなとんでもねえことになってるって知らなきゃ無理でしょうね。そうやんね。ふう、湯飲み片付けてお鍋見てこよっか。うん。あ、私も食欲がないのでお湯飲みを片付けたら戻ります。ああ、湯飲みと急須はいいですぜ。俺らがやっときますから。そう？ほな、お願いしようかな。うちら、カレーできたらそのまま持ってって、お部屋で食べるから。あ、うん、おやすみなさい。はい、失礼します。女性陣は、重ねた食器を持って出て行った。さてと、じゃあ僕は風呂にでも入ってこようかな。気をつけてくださいね。はっはっは、大丈夫だよ。僕の分のカレー残しといてね。それじゃあね。ナスさんは豪快に笑いながら出て行った。殺しても死にそうにねえな、あの筋肉だけは。まあね。うわ！盛大に扉が開く音がして、飛び上がりそうになる。ああ、ごめんごめん。ナスさん。なんでお前はいつでもどこでも道場破りみたいな動きでしか出入りできねえんだ？道場破りはやったことないな。やれっつってんじゃねえよ！ナスさん、風呂行ったんじゃ。来たやつを蹴散らしたことならあるんだけど、ちょっと忘れ物を思い出してさ。あと、部屋に飲むものがもうないからもらっていこうと思って。あった。夏さんはソファーの後ろから何かを拾い上げた。ダンベルだった。これも部屋に戻しとかないと。それじゃあ、邪魔したね。お茶のペットボトルと一緒にダンベルを片手で器用にぶら下げて、ナスさんはまだドタバタと娯楽室を出ていく。ふぅ。賑やかな人ですね。それだけか？お前の感想って本当にそれしかねえのか？細けえところまでいちいち突っ込んでたら、キリがねえでしょ。まあな。まあもう、あいつがなんか言うたびに緊張感がこっぱみじんになるのだけはなんとかなんねえのか？緊張しっぱなしでも疲れるじゃねえですかい。だからって、この状況だぞ。普通もっとピリピリしてるもんだろう。そんなの怖い。だからそれが普通だろって。油断できねえ状況なのに気が緩むんだよ、あれのせいで。まあそれは言えてますが、あいつ自分もやばいかもしれねえって自覚ないぞ絶対。自覚しててああだったら
救いようがねえだろ。ある意味大物ですよね。鈍いだけだ。脳どころか神経まで筋肉でできてんだ、きっと。どれだけ太いのさ、それ。でも確かに、那須さんを見てると今がどんな状況かうっかり忘れそうになる。でも、それがいいことなのか、悪いことなのか。よく、わからないや。ぼんやりと、そんなことを考えながら、音の悪いラジオに耳を傾ける。天候は相変わらず、崩れた道の復旧作業は絶望的に進んでいないようだった。じゃ、俺も部屋に戻るわ。ええ、お気をつけて。ああ。明日は、ちょっと、おとなしくしてっから。おとなしく？暗いしのおっさんじゃねえけど、部屋にいることにする。ラジオも言うこと聞かねえし、自分の携帯用のやつでなんとかならねえかいじくってみるわ。そっか。うん、その方がいいかもね。ああ、じゃあな。ひょいと片手を上げて、椿くんも部屋へ戻っていった。椿さんは部屋にいた方がいいでしょうね。日和もそう思う。犯人にしてみれば、しくじった相手が目の前をうろうろしているわけですから。あまり出歩いていると、変に刺激しちまうかもしれない。そうだね。南吾さんも、あんまり無理しないでくださいよ。ずっと寝不足気味なんですからね。うん、気をつける。実のところ、今もうすでにじんわりと頭の奥に眠気が張り付いているような気分だった。ちゃんと休めてないんだろう。体はだるいままだし、それになんだかずっと熱っぽいような気もする。ゆっくり眠った方がいいんだろうけど、どれだけ深く眠ろうとしても、神経が休まらない状況なせいか、寝た気がしないんだよな。いやー、さっぱりした。うわっ！例によって、那須さんが豪快に入ってきて飛び上がりそうになった。天気どうだい？ダメですね。今日は夜中からかなり雨が強くなりそうですってさ。そうなのか。困ったな。明日もランニングはやめた方がいいかな。危ねえからやめてくださいって。足元ぬかるんでんですから。そうか、足場が悪いよね。膝にも良くないし、明日は部屋で筋トレだけで我慢するよ。心底残念そうに言いながら、那須さんはがっくりとうなだれる。こういう人だと思う存分体が動かせないだけで相当ストレスがたまるんだろうな。じゃあ僕は部屋に戻るよ。おやすみ。あ、ひたすら賑やかな人が台風のように去っていくと変な沈黙が訪れた。しばらく無言でラジオに耳を傾けるが、いつの間にか音楽番組やトーク番組ばかりになっていた。もうニュースはどこもやってませんね。ラジオをなんとか聞こえる状態に調節しながら、日和が肩をすくめる。そうみたいだね。どっちみち復旧作業は進んでないって言ってただけだったし。明日に期待しますか。力なく苦笑してラジオを消す。耳障りなノイズが急に消え失せると、雨音がやけに大きく聞こえた。また降りが激しくなってるみたいだ。ノイズほど耳障りな音ではないはずなのに、ノイズより気分を沈ませてくれる音だ。
じゃ、飯もらいに行きますか。うん。あれ、那須さんと椿くんも食べずに戻っちゃった？そういや、そうですね。まあ、食欲のうせる話したばっかですが。そうだね。さてと、できましたね。そういや、クライスさんはちゃんと飯食ってんですかね。食料は持ち込んでるはずだけど、保存の効くものばかりだろうから、味気ないだろうな。持ってってもいらないって言われるかな。言われそうですね。じゃあ、あんまり構わない方がいい？他人と顔を合わせたくねえって引っ込んでる人ですからね。だからって完全にほったらかしにする気にもなれねえし。だよね。一度肝臓やって入院してんですよ、あのおっさんは。酒ばっか飲んでねえだろうな。好きそうだね、お酒。見るからに。業界でも有名な上場ですからね。へえ、そうなんだ。一度だけ打ち上げに紛れ込んでそばで見たことはありますけどね。無謀にも勝負挑んだお調子者のプロデューサーが一晩で300万ほど払う羽目になりまして。何をどれだけ飲んだらそんなことになるんだよ。これでも途中でさすがに止めたんですぜ。ほっといたら店の酒全部飲み尽くす勢いでしたから。そのプロデューサーの人大丈夫だったの？全然懲りない人なんで、会うたびに再戦挑もうとしちゃ周りに止められてるそうですが。芸能界ってよくわからない。さてと、それじゃあ風呂入って寝ますか。うん、日和先に入ってきて。いいんですかい？いいよ、僕は部屋に戻ってるから。じゃあお先に失礼しますかね。気をつけてくださいよ。なるべく早く戻りますから。うん、わかってる。うわ、階段を上がってくるとちょうどしずなちゃんと出くわした。そんなお化け見たみたいに。あ、ごめん。ほんま怖がり。うふふと少しおかしそうに笑い、しずなちゃんは吹き抜けのそばの長椅子に伏せてあった雑誌を持って立ち去った。なんとなく呆然と見送ってしまった。はあ、ちょっと疲れたかな。部屋に戻るとやっぱり昼間の緊張とか疲れとかがどっと出るのか、妙に体の力が抜ける。まだ寝ちゃダメなんだけど。ベッドの上に転がっているとどんどん眠くなってきた。もうちょっとだけ起きてないとお風呂入ってない。ああ。